熊本市東区の江津小学校、およそ1000人の児童が通っています。この日午後5時になるとグラウンドで野球の練習が始まりました。野球クラブエズガッツは江津小学校のチームです。現在38人の児童が在籍していますが、実は今年度からあるチーム改革を行っていました。6年生はい、5年生はい、4年生はい、3年生はい、はい、当初はエズガッツは4年生からしか入部できなかったんですけど、やっぱりどうしても少なくなっていきつつあるものですから、今年から3年生の門戸を開いてですね、集めて、まあ、少なくとも野球ができる環境を少し広げていけたらいいかなと思って。今年の4月に部員を募集しましたが、入部したのは4年生5人で、チームの今後も考えて5月から新たに3年生も入部できるようにしました。少子化っていうのもあるかもしれないんですけど、やはり年々やっぱ若干ですけど減ってる感じは、感覚がやっぱありますよね。少年野球チームに所属する子どもたちの減少とともに、高校野球人口も減り続けています。高校野球の方もですね、毎年登録者数が100名ずつ減っているような状況でございます。今年の夏の熊本大会に出場するのは52チーム、参加チームは2006年と2007年に最多の68校が出場したのをピークに年々減少しています。三船矢部校舎優秀館松橋八代農業高校です。今年は部員不足のため6校連合で出場するチームも。昨年の夏以降ですね、それぞれ3校ずつの連合チームだったんですけども、ちょっと部員が足りないということで、昨年の秋の大会から6校連合というところに今なっています。部員は6校合わせて19人、部員数減少でチームが成り立たないため、去年の夏の大会が終わった後から試合には6校連合で出場してきました。軍部の学校はもう部員が足らなくて、もう連合チームが増えてきている状況です。もうこれも今各校の市内の先生たちに行くと、1年生が1桁だったりとかするので、ますます連合チームが増えて、野球をまあやってくれる子たちがもうますます減っていくんじゃないかなと。で、熊本大会も今52チーム今回出場しますけども、またさらに減って、大会自体がちょっとちっちゃな大会になって、盛り上がりにちょっと欠けてくるのかなと、ちょっとその辺を危惧しています。今年5月時点で県高野連に登録されている60校の中で、今年度1年生が入部しなかった高校は7校、1年生部員が5人以下だったのは14校ありました。過去に県高野連に登録された部員数を見てみると、2014年の3364人をピークに、この10年でおよそ1200人も減少しています。なぜ子どもの野球離れが進むのか、県野球連盟理事長の加古井忠さんはこう分析します。我々の世代っていうか、もうどこ行ってもキャッチボールができたんですけど、もう今公園でしかできない。しかしその公園でもやっぱりバットとボールキャッチボールすると注意されて、場所がないですね。現在熊本市には1139箇所の公園がありますが、そのうち野球などのボール遊びを推奨している公園は15箇所しかありません。あくまでボール遊びを禁止しているわけではなく、危険なボール遊びを禁止しておりまして、小さい子どもやお年寄りが利用しているときには、ボール遊びの場所を考えてするだったり、公園利用者同士が声を掛け合いながら、譲り合いながら利用するなどをお勧めしております。少子化だけでなく、スケートボードなど人気競技の多様化のほか、部活動の地域移行も子どもの野球離れの要因と考えられるといいます。やっ
ぱり社会体育とかもう地域移行ということでですね、指導者の問題とかもいろいろありますし、学校の部活動がなくなり保護者の送迎などが必要になったことでスポーツをするハードルが高くなってしまっている現状も。子どもたちの野球離れに歯止めをかけようと高野連も動き始めました。ナイスボール。子どもたちに野球に触れる機会を作ってもらおうと2年前から現役の高校球児たちによる野球教室を開催しています。野球人口が減っているということと、子どもたちもなかなかこうボールを使う機会がなかったりとか、今公園でも使えなかったりとかいうことで、そういうボールに触れ合う機会ができればいいかなというふうに思って計画をしました。最初よりキャッチがすごく上手になったこと、高校生の兄ちゃんたちが優しかったので嬉しかった。子どもの野球離れに危機感を持っているのは高野連だけではありません。もう本当にこう危機感を持ってですね、今のうちにこう手を打たないと本当に熊本県の野球界が寂しいものになるんじゃないかなという。発足したのは県軟式野球連盟や県ソフトボール協会など12の団体で作る県野球ソフトボール連絡協議会です。個別に活動していた団体が協力し、野球教室などを積極的に行っていきたいと設立されました。大人の皆さんで力を合わせて大事な子どもさんたちをこう成長させるというかですね、そういうふうにみんなで持っていければなというふうに思いますね。もっともっとこう子どもたちが力いっぱいボールで遊んでくれる場所を提供していただければ、もっとこう野球人口が増えるんじゃないかなっていうふうに思いますね。少年野球の監督を15年以上務めてきたエズガッツの山本さん。大谷選手がグローブを送ったように、できることはやっぱり僕ら大人が野球はこんな楽しいんだよっていうことを教えてあげると、まあ少しずつでもねやってくれる子がいたらいいなと思いますね。子どもたちがやりたいスポーツと出会い、夢を持って実現していける環境を作ることが必要です。